早稲田実業学校高等部。東京都国分寺市本町1丁目に所在する小中高一貫の学校。その野球部に青色のハンカチがトレードマークのとある人物が存在していた。その名も斉藤佑樹。3年時にエースとして夏の甲子園に出場し決勝再試合の末、田中将大擁する駒大苫小牧を下して優勝。ハンカチで汗を拭う姿。投球回69、投球数948。1大会における奪三振78と素晴らしい成績を残し、愛称であるハンカチ王子が有効を対象になるほどの注目を浴びた。そんな彼は大学に進み、もちろん大学でも好投を披露。その活躍が評価され、新人としては最高評価の年俸1500万円、契約金1億円、期待の新人としてプロ野球選手を送るつもりだった。しかし2011年左内腹斜筋の筋挫傷、さらに2013年右肩関節芯を損傷。そこから2軍での成績も振るわず、2020年にも右肘の内側側副靭帯断裂。数々の怪我を重ねるも復帰を諦めない。世間の評価は様々だが、彼の復活を多くの人が願っている。それこそが斉藤佑樹という人物。今回は高卒後に斉藤はドラフト1位で日ハムに指名される。早いうちからプロになり大活躍して、ハンカチ王子の実力を試してみたい。今回はそんな高卒、斉藤佑樹のプロ野球人生を見ていきましょう。ということで皆さんこんにちは。今回は斉藤佑樹投手のプロ野球人生になります。期待の高卒新人として入団した斉藤選手。多くの球団が競合となり彼の獲得を願った。そんな彼と同期入団した人物がいる。その名も田中将大。高校時代のライバルであり斉藤が勝利した相手。なるほど。やっぱりあいつもこの世界に来たか。でも問題ない。正直勝てる気しかしない。ということで1年目。1年目から1軍昇格。さすが期待の新人。9勝9敗と5分5分だが防御率ほぼ3点、奪三振133を記録。ハンカチ王子の愛称もあり、この成績と実力に彼の評価はうなぎ登り。少し気持ちよくなってしまったのか彼のビッグマウス発言が目立つ。彼ら、ポルシェ、来年あたりに車欲しいな。これからの未来を描いている。希望の未来を歩むことはできるのか。続く2年目。なんと防御率 1.62。投球回200となり、さらに奪三振179を記録。タイトルは最優秀防御率、勝率第1位投手賞、ベストナインを獲得。さすがあのハンカチ王子。やはり田中将大に勝っただけある。こうなれば同期に敵などいない、敵は己自身。そんな斉藤佑樹は年俸1億4000万になったことにより高級車を購入することを決めた。やっぱりこの輝き違うね。その車こそポルシェ、カイエン。記者にインタビューされた頃から乗りたいと思っていた車だ。この調子で行けば野球でも私生活でも完璧。向上心が湧いてくる。ぜひこのまま突っ切ってほしい。続く3年目。さすが斉藤佑樹。球速をさらに上げ153キロ。防御率 2.12、15勝、奪三振179を記録。タイトルは最多勝、最優秀防御率、ベストナインを記録。さすが田中将大に勝利した男。ライバル関係であるが現在斉藤の方が評価されている状態。そんな彼はもちろんインタビューでもビッグマウス。練習以外で一番辛いのは取材ですね。青山に土地買うってやばいっすか。さすが甲子園のスター。その発言に見合う活躍でプロ野球を駆け抜ける。これからも勝ち続けるということを誓った。続く4年目。球速が1キロ下がるも成績は安定。彼の伸びのあるストレートと尻上がりに向上する投球技術。タイトル獲得はならなかったものの、もちろん今年も優秀な成績を残した。そして今年ドラフト会議で3人の注目すべき選手たちが指名された。まずは早稲田大から大石達也。今年のドラフトの目玉と言われている選手だ。続いて広島に福井竜也。こちらも大石と同じ大学の野球部に所属している選手だ。斉藤は早稲田大に行ってはいないが、高等部に所属していることから、この3名がサンバガラスとして球界に歴史を残してくれるのでは、と期待されている。あいつも指名されてるのか。その名も今吉光一。鹿児島工大打の神様がヤクルトに入団した。今年は斉藤世代の幕開け。さらにライバルは増えていく。続く5年目。日ハムはクライマックスシリーズファイナルステージに進出。対する相手は、あの田中将大がいる楽天ゴールデンイーグルス。斉藤と田中の投げ合いということで多くのファンが注目する一戦となった。常に比べられていたがここで終わらず、必ず勝利してやる。2回表ノーアウト満塁の場面。そんな場面で斉藤のストレートは左中間を超えるヒット。
それにより2回で4失点してしまうという最悪の結果のまま降板となった。打者が打ってくれると信じていたが、田中の投球は凄まじく。日ハムのバットは空を切る。そのため、4対1で日ハムは敗北。日本シリーズに進出することはなかった。そんな。この結果は自分でも受け入れがたい。大事な一戦での炎上。これにてクライマックスシリーズは幕を閉じた。といえど斉藤は今年も優秀な成績を残している。不屈の魂となりストレートは凄まじい伸び。それでも彼は田中将大との投げ合いであの日のリベンジを果たされた。その感情が脳内を駆け巡る。テレビでも、田中、高校時代の雪辱を晴らす。やネットにも、次は斉藤佑樹がリベンジする側。といった話題で持ちきりだ。なら次こそは絶対に勝ってやる。勝つまでアメリカ行きなんかしないぞ。斉藤は自分の新たなる目標を胸に刻んだ。続く6年目。といえどもさすが斉藤。もちろんタイトルも獲得し前年とほぼ同様の成績を記録。年俸も5億にアップし自由に使えるお金はある。そんな斉藤はついに青山の土地を購入することを決める。青山。綺麗だな。自分で手に入れた青山の土地は本当に綺麗だった。これが夢を与えるというもの。これがスター。だが彼は常に最高を目指したい。サンバガラスから抜け出し田中を超えたい。本当のスターになるために最高の位置を目指すぞ。続く7年目。さらに防御率を良くし 2.04。13勝、奪三振165を記録し最優秀防御率、ベストナインに選出される。年俸は下がり3億1000万となったが十分高い。そんな斉藤はテレビを見ている時にある人物のインタビューを聞く。その人物こそ西武ライオンズにいる今吉。斉藤佑樹との甲子園の一戦について語っていた。三振させられてあんなに楽しかった打席はないと思います。できたら、甲子園ではないですけれども、日本一の舞台で斉藤選手にリベンジしてみたいですね。斉藤は彼の言葉に耳を傾け。今吉か。俺ももう一度勝負してみたいな。二人が日本一で戦う日は果たしてくるのか。続く8年目。防御率 2.78、17勝、奪三振181を記録。もちろん数々のタイトルを獲得し年俸4億6000万。スター斉藤の快進撃は止まらない。目的は同期を追い越しさらなる実力をつけること。まずは日本シリーズでヤクルトの今吉。彼との再戦を行わなければならない。待ってろよ。続く9年目。斉藤。肩の怪我により若干能力が衰える。球速コントロールともに下がり変化量も減少。残念ながらタイトルなしとなってしまった。それでも斉藤はしっかりと結果を残す。怪我をしてでも立ち向かう。やはり口だけでないことを証明した。やっぱりすごいな勇気は。できたら来年、戦えることを楽しみにしてるぞ。再戦。この気持ちを持ち来季を迎える。続く10年目。日本ハムはクライマックスシリーズを突破し、日本シリーズ進出。対する相手は、ヤクルトスワローズ。代打の神様である今吉が所属しているチームだ。こんな大舞台で勝負できるのは、あの時以来だな。あの時と同じ気持ちだよ。今もあの時の記憶が蘇ってくる。お互いに、悔いのないように。じゃあ、あの頃とは違いスタメンになった今吉。そんな今吉に斉藤は渾身のストレートを投げる。1打席目はヒットを打たれてしまうも2打席、3打席目は凡打。そのまま試合は続き5対2でヤクルトの攻撃。斉藤は3番打者村上をセンターフライに仕留め、この試合に勝利。その後の試合にも勝ち進み日本一に輝いた。よっしゃー。負けたか。正直今はあの時の感情とは違う。悔しい。本当に勝ちたかったな。今吉との戦いを終えさらに成長した斉藤。防御率 2.44、8勝6敗という成績で今季を終えた。確かに優秀な成績であるものの不安はある。なぜなら身体能力の劣化が起こっているからだ。しかし斉藤はあの楽天の大投手、田中将大と再戦をしなければならない。どれだけ能力が衰えようが関係ない。常に比べられてきた田中将大選手。俺は倒さなきゃいけない。引退する前に勝負をしたい。取材でもそう答えている。果たして勝負する日は来るのか。続く11年目。さらに能力は衰えるもしっかりと成績を残す。といえども今季チームの打線は最悪。これが暗黒エースというのだろう。それでも最優秀防御率を記録。田中将大との投げ合い。負けるわけにはいかない。くっそ。比べられるのが辛くなってきた。だがそれがプロ野球選手というもの。プロでいる限りそれは受け入れなければならない。続く12年目。ほぼブレーキなしのチェンジアップ。
さらに定まらない制球力。それでも伸びのあるストレートで相手を抑え防御率 2.88。確かに優秀だが、彼と同級生の人物たちは、田中、大石はタイトルに選出されている。正直これを聞くと焦ってしまう。だが衰えている体ではこれから追いつくことは難しい。だからこそ目標は正弘との投げ合いで勝つ。それだけだ。ちなみに今季は田中、斉藤ではなく中島が話題になった。続いて13年目。身体能力は明らかに衰え、奪三振68で終了。途中肩を再び怪我してしまいさらに球速を下げる。周りからは、斉藤終わった。さすがに無理だろ、といった発言が目立つようになるが、これだけしっかりと成績を残している。仮説を立てそれを修正していく。斉藤にしかできない強みだ。このまま終わるわけにはいかない。斉藤は田中将大と再び投げ合える日は来るのか。続く14年目。日本ハムファイターズはクライマックスシリーズ進出。そして、10年前の投げ合いが再び行われる。対する相手は、田中将大、楽天だ。斉藤を明らかに超えている実力。衰えている斉藤は多分最後の戦いになる。俺にとっても最後の戦い。あの甲子園と10年前のクライマックスシリーズ。1勝1敗で迎える多分最後の戦いだ。斉藤勇樹、敬意を表して挑ませてもらう。絶対に勝たせてもらうぞ。斉藤と田中の投げ合いは多くのファンに注目され満員の会場で行われた。斉藤は6回まで好投を見せ0点に抑え、田中は8回まで投げ失点に、9回表吉田が登板。最後の打者辰巳を抑え、日ハムはクライマックスシリーズを突破。日本シリーズ進出となった。よっしゃー。負けたか。斉藤勇樹、最後まで全力で食いついてくる。あの頃とやっぱり変わらないな。その後の日本シリーズでもドラゴンズに勝利し日本一に輝いた。斉藤対田中の投げ合いは最後。斉藤の勝利で終わりを告げた。もはや身体能力は草野球程度。それでも防御率 3.43 を記録し諦めない精神を見せつけている。ただ斉藤もそろそろ限界は近い。プロ野球人生があと何年続くのか。でもやれることは全てやった。あとはどれだけしがみつけるかだな。続く15年目。斉藤はとにかく粘る。左キラーと呼ばれるようになり内なる才能を開花させる。先発とは思えないスタミナでありプロでは通用しないストレート。だが打者はヒットを打つことができない。このことについてスポーツ番組などで話題に取り上げられた。そして、斉藤は結婚。お相手は同級生の一般女性らしい。プロにできるだけしがみついてみせるから、よろしく。来年斉藤はプロを続けるのか。そして16年目。斉藤。引退を表明。能力の劣化から二軍降格。常に防御率2点台を記録し続けたスターのプロ野球人生が終わりを告げた。引退時彼にメッセージが寄せられた。まずはヤクルトスワローズ。今吉光一。お疲れ様でした斉藤選手。高校時代対戦した時、自分は勝負できたことが嬉しかった。でもプロの舞台では悔しかった。できたらもう一度日本一の舞台でリベンジできたらなと思っていましたが、私の力及ばず、あなたの対戦はずっと胸に刻んでいます。お疲れ様でした。続いて田中将大。斉藤選手お疲れ様です。ライバルであったからこそお互いに意識し合い高め合うことができた。今の僕があるのも斉藤選手のおかげです。お疲れ様でした。斉藤は主要タイトル獲得数をクリアしたことにより殿堂入り。通算防御率 2.47、171勝、奪三振2047を記録した選手。数々のタイトルを獲得したことにより伝説の選手となった男。球速122キロになっても最後の最後までプロ野球人生を駆け抜けた。斉藤勇樹の名はこれからも受け継がれていくだろう。斉藤は引退後そのキャラクターを生かしタレントになった。主に昔の取材映像をいじられ赤面しているが、その取材を今は笑いに変えるようにしている。昔のビッグマウスが大人になって少し落ち着き、テレビやバラエティで人気になる。こんな人生を誰が予想しただろう。だけど野球をやっていて本当に良かった。これからは野球の楽しさを伝えるようにしていきたいな。ハンカチ王子。高校時代につけられ、誰もが知る名前。高校卒業してからすぐは自分には実力がある。自分は間違いなくスターになると思い大きな発言をしていた。だけど野球界におけるスターとは何か、を考えた時に、それは全ての人に野球の楽しさを伝えることだと気づくことができた。スターってそういうことだ。
僕はこれからそのことを胸に刻んで、生きていきます。